1ヶ月後には必ず事態を改善させる。そのためにも私自身、内閣総理大臣として感染拡大防止をするために全力を尽くし、ありとあらゆる方策を講じてまいります。尾身会長も会見で、日本の社会を構成するみんながですね、しっかりと頑張れば1ヶ月以内でも私はステージ3に行くことは可能だと思っています。これまで政府はですね、緊急事態宣言については穴場効果だということで出すことについてちょっと否定的だったように思うんですけども、ね、今回こうした動きになったことについてですね、関してはどのように受け止めていらっしゃるかお願いします。事態を見極めて適切な判断で、はい、出すタイミングが遅かったりとか早かったりとか、そういうことについて関してはどのように考えますか。後からは誰でも何でも言えるんです。真剣に取り組んでおくと。一律に、大人数というものを5人以上とか10人以上とか何か決めているわけではありませんけれども、大人数長時間の懇親会食、これは感染リスク